はい、おはようございます。いつもです。というわけで皆さんちょっとお気づきでしょうか。11月の2日というキーワード、最近の上がった動画に入ってるんですよ。これなんやって僕もわかんないです。わかんないですけど何かあるのは間違いないと思うんですよね。というわけで11月の2日に上がる、動画の方をぜひチェックしてみてください。何があるかは僕もわかりません。よろしくお願いします。お願いします。本当にそれだったせいやけ悪魔の数字なりなり37って出た時に何言ったらいいの、どれ行こうなるやん。普通横に位置ついてるもん。めっちゃかわいいありがとうございます。あれ待って、619番目や。下行くか、ちょっと見ますか。一応なんかさ、これ選ばんかったらなんかいけんじゃないって思った。甘いかな。無理か、無理やな。まあ一応見るだけ見よう。パンパンですね。巻いてるわけねえよな。待って待って待って、なんであそこめっちゃガラガラやん。え、嘘、ビンゴの信頼取れるよ。ほらほら取れた。やった、なんかよくわからんけどスラッツされた。はい、おはようございます。いつもです。というわけで、かわいいですね。イミソーレ30敗東京初と、すごいですね。ここ見てください。これ映ってますよね、絶対大丈夫ですよね。グレーゾーンマジで。本日ビッグディッパーさんで1号店さんですね、新橋にあります。で実践させていただきます。ということで横に位置がついてて1037番になってダメだと思ってたんですけど、本当に座れたんでここから頑張って成り上がっていきたいというふうに思います。まあちょっと調べた感じだとなんかフリーズ引けばいいみたいな感じなんで、163パチを引いてサグッとバーってプラスに出して、帰ろうかなというふうに思います。 OK。 というわけでちょっと蹴られて成り上がる。うわ冬ソナや、えっか冬ソナ向かう、もうやばい、ちゃあめやばい、あめやばい、ちょっと雨やばい、雨やばい、成り上がり。はい、というわけでおはようございます。いつもです。というわけで、ビンゴリバースっていうスーパービンゴリバースですね、行きましょう。扉が開けばユニクアに飛ぶっていうゲーム性、まあ意味わかんないでしょうけど、僕も今ちょっと調べてますけど A プラス ART のマシンになってまして、基本的にこの星が縛っているステージに滞在してますよと。で通常時はだいたい52分の1ぐらいでユニクアに飛ぶで、そこでレア役ないしボーナスのまあいろいろ種類があるみたいですけど引いて、ART に持っていこうっていう、そういうゲーム性みたいで、 ART 入ったらなんと不和確率が2分の1らしいです。熱っ熱っ。でボーナスの種類なんですけど、プチビンゴボーナスっていうのが中段以外にビンゴ図柄が揃うボーナスのことです。プチビンゴボーナスの出現率1で 86.7、 6で75分の1 75.8 で、中段に揃った場合がミドルビンゴボーナスで、これがまあ設定差ないやつ。スーパービンゴボーナス中段赤長揃い引けると風は確定で、中段赤長揃いの極みビンゴボーナス行くと極みフリーズ発生したらエンディング到達が確定する最強ボーナスらしい。つまり1500円乗るのかないやでも風和確率2分の1ってのはちょっとあっちマジで。ただ天井ねえから再現なくハマる可能性もある。いや俺ドリーム起こすよマジで。あとなんか注意点があって、なんか目押しで2連ならのこれあるじゃないですか。これの上のボールをこの辺に下段、まあこれパン滑りましたけど下段にビットするとなんか取りこぼすらしい、なんかいろいろあるみたいで、ちょっと俺も発音しないんで分かんないですけど、まあちょっと調べながらっていう感じで申し訳ないですけど頑張っていきたいなと思います。でこれピンコちゃんじゃないのよね、なんか新しいキャラだよ。魂売りやがった。さあ両陸から飛びましたね。まあこのチャンス、まあ星がなくなればっていう話がね。でこの最中が ART
いしチャンスゾーンに行く可能性があって、ここでレアイコン引くと、可能性がありますよという感じですね。たたきどころです。ここはでユニック間も A と B があって、 B の方がいい抽選受けれるとこあるみたいですね。まあ、このステージ行くまでは適当にレバー叩いてね、ここからはガチガチで行くという感じかな。あ、やばい、これベルユニック間の最低払いでしょ、もらって落ちるパターンかな。あ、キーよ。あ、そういうことで、まあ、叩きどころと叩きどころじゃないところがはっきりしてるマシンって感じ。まあ、今のところで頑張ってなんかする。おお、これが中段揃いなんで、あのミドルです。先天差のない横の方、これから、AR に入ってましたもん。多分どこで行くかも大事なんやけどな。普通のステージで引いちゃったんでダメかな。はい、いいとこ止め。あ、なんで普通にユニクから飛んだだけ。まあ、今回はボーナスちょっとまあ無駄遣いしちゃったよっていう感じなのかな。まあ単純明快ですね。ゲーム戦はチャンスの時に頑張れよと。フリー君や、懐かしい、行ってまいります。いや、あいつにどれだけ感動を与えてもらったか。閉まるかな、まあね、まずはこの状態から脱出しないとダメや。よし、さあこれが設定差のあるプチビンゴボーナスで、まあ一定数の跳ね出しを終えた後に、まあ、この今回のワープでどこに行くかを教えてくれるんですけど、これはユニカーランプついてないので、設定差のあるやつ、あるやつっていうか、なんて言うんだろうビンゴボーナスの中にもこのランプがつくやつとつかないやつがあるんですよ。でつくやつは設定差つけれないんで、つかないやつに多分設定つけ差も受けてると思うんですよ。スペシャルな毎日、あ、これめっちゃ偉いやつや、偉いやつ。さあ飛びましたね。ここでなんか引かなきゃダメ。お、偉い、偉いっていうかビンゴボーナスいけましたね。プチプチですこれ。でここでいいところに飛んでくれたらいいと。このワープで飛べ。いやー、これは残念でしたね。プチビンゴボーナスいけましたけど、当たりにはつながらずと。あ、ザビンゴには行ってくれましたね。これチャンスゾーンみたいです。期待の 33% ぐらい。初めてなんで分かんないですけど、やりますもん。20ゲーム間の間に62、きつくね、 5×5 やで、ね、これだってナイマスもあるでしょ。どういう調整してんだこれ。あ、ボーナスいきました。45 50、え、やばいやばい、63、もうちょいでダブリーや。今のボーナスじゃないの。あ、ごめん、ボーナスじゃないわ。斜めのビンゴリップなんでボーナスじゃないですね、すいません。お、これはボーナス、いいタイミングで引いたんじゃないですか。ほら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 、チャンスチャンスチャンス。ゲームズゲーサー止まって、この間はこういうのを絡めて出していくんだ。ほらほら、もうちょいもうちょい、全然リーチだな。あ、リーチリーチリーチ、ワンラインリーチ。あ、ダブリダブリ来い。あ、43と54が来ればいい、あと12ゲームの間に。あ、これいったろ、スリーラインリーチ。いや、いい引きしてると今入れたい、うわうわ刺したい。いや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 、スリーラインリーチは行ってほしい。刺せ、いけ、意味ねえよそれ。あ、赤いボタンが B、
なんだよ P ってビンゴの P か。ワンラインビンゴ、これもしかしたら複数だと偉い極みとかに行ったりするのかな、わかんないけど、これででも ART ゲットです。いや早い、よし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 、さあ2分の1でふわふわですからね。いや多分これがこの台の一番面白いところだと思う。さあこれかな、さあ行こう、シングル行け、ドン BC50 行きます。うわだ楽しい、うわ結構111でみんな止まってたんですけど、行け、ほら多分ここで止まりますね結構。なるほどね。でこっからは例のこと継続率で継続抽選とで順当はボーナス込みで2枚、この最中はレアークで自力チャンストーンとかを目指すらしいとかセットストックとかね、まあビンゴと一緒やな、このステージが期待度が低いんだ、セットストックのセット継続の。あでもこれ縄文ステージかな、縄文ステージだったら継続態度中ですね。でちなみにこれ上乗せした時の7揃いでもうわうわ確率が2分の1だと、これは楽しみですね。まあ演出は基本的にはビンゴって感じかな、リバースステージっていうのに入れば上乗せ超高額の裏ステージだって上乗せ確率20分の1になるやって、超高額の割には期待度 66% ぐらいいやでもふわふわしてくれるのは嬉しいですね。ビンゴネオで動画で100何回連続ふわふわさせれへんかった俺には優しい仕様ですねお、この時点で一角じゃないですか、ボーナスオア、あ、ビンゴリプレイオアボーナス、中断取ればないですけどね。さあボーナスでしたね、まあこれがプチビンゴボーナス、まあこのこれでも多分チャンストーンとかを抽選してるんで持ってきてくれよと、こういうのを引いて、まあでも多分中断ぞろ、中断ビンゴ揃いの方が偉いからそれ行かないとダメかな。お激アツ、なんだあれ、リバースいった、リバースやろこれ、やばい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 、ちょちょちょ、20平均21ゲーム続いて20分の1で上乗せするステージ行きましょう。やばい、ボイドチャンスで全然リバース入らなかったけどここでリバース来ましたね、ここはレア役欲しい、これめちゃめちゃ叩き残らせた多分これ、来い来い来い、多分このブドウの、ブドウじゃないわ、ボールのナンパーとか成立役のナンパーとかそういう感じでしょうね、純粋な20分の1じゃないボーナスか、やっぱボーナスしかねえのか、お何これ、左ファーストでゲラールボーナスかな、あ斜めブドウ、あボール、あ上がんのかい、めっちゃ長いけど全然全然乗らん、いけいけいけ、いや引いたろ、チャクターミスターアンチェインっすよ、アンチェインってやな今オリバーやビスケットオリバーやまあ行きましょう、ボーナス行きましたね、これは乗らんのダメなのかな、しかも中断揃いなこれ偉い、ちょっと偉いやつですダメなの、リバース中は上乗せ確定とかないの、何もなさそうだな、いやマジか、ボーナスいても寒いな、じゃあ何何、あ落ちた、うわもうマジ何やってんだって、結構なゲーム数いましたよね、いやもしかしたら結構案外行くのかもな、さあめっちゃ行くやんこれ、655分の1っすね、結構重い、よう引くわ、いやマジか、結構ボーナス入れて頑張ってんすけど俺
で周り見てると ART 入ってると結構継続してないんで、きついかもな。結構出てますよ。でもでこっからガンダム7かな。さあ行きましょう。背景赤な気がするんだけど、こんなもんだから行きましょう。まあ今までと一緒でしょうね。7回目で来るか6回目で来るか5回目で来るかみたいな振り分けがあって、そこに到達した時点でのほらね、来ましたね。その時の、この赤ならリプレイで発動と。さあ2分の1ですからね。ここも声が今エロかってきました。しょうがね、 50% を取れずに継続ですね。あ、継続率そうなのか、なんか 1% とかばっかり選ばれるのかなと思ってるんですけど、やべえ、500枚出る、やばいっすね。さあ500枚突破ですね。やる。まあこういうことですよね。コンパクトにまとまった狙いは取りやすい台だと思うんですよね。そうやって出していくっていう。さあカウントダウンさんも行こう。あ、やっぱ背景ありますね。さっき赤でしたね。じゃあきついかな。まあ左ファーストはまだわからん。左しか出んな。行きます。いやー、これは完全にないパターンですね。あのボールだったらまだわからんけど、まだそれ、あ、ボールだったらまだわからん。多分復活は一応これは可能性あると思う。2セットの161ゲーム574枚、結構ボーナス結構いけましたね。でドレスが奇数とか偶数とかなんかあるみたい。後でちゃんと調べます。行きます。ダメっすね。面白かったですね。結構乗らなかったけど全然。でも一回ね、星のステージ落としていいかも。ユリカ終わらせてもう一回ゼロから走らせた方がお得なんで。ドレスは偶数したですね。通常パターンが奇数した。さあ、あれリルックしてる。チャンス刺さるじゃない。これ何これ、なんか偉い役引いた。これ偉そうじゃないですか。チャンス名 AB のどっちかかもしれない。これ刺さってない。戻すかもな。これさあ行け、赤まで行け、赤まで行け。ああ、まだまだ全長は続いてるか。赤まで行け、赤まで行け。いけいけ、これいくやろ。レインボー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 、やだーい。レー見たか。戻してやりましたよ。ただユリックは続いてるんで、完走してもちょっと枚数は少ないかもね。けど全然 OK。 おーっとピスタンチェイン。さあこっからまた7揃いなんで、ふわふわチャンス。しかも戻すの結構早かったんで、まあちょっとぐらいしか損してない。むしろゼロから当てること考えるとかなりお得。ラッキー。しかも2分の1やからね、熱くね、マジで。ただ前みたいにあれじゃないけどね、おお確定よ。 3.9 秒楽しみにするみたいなんではないけど、1、うん、いけ、おいどー、 OKOKOK。いや、いったいったいった。これ超えたら結構あるんじゃない。これあるあるあるよ。よしよし、揃えた時ふわふわいいのかな、これ。いや、おった、うん、まあ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 、ぼち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 、オッケー。いや、面白い。いいね、これ。まあ大事なのはやっぱ継続率とかじゃねえな、これ。どれだけふわふわで持ってくるかやね。111超えたら嬉しいな。これでもうだって1000枚じゃないですか。もう今600枚なんで、約これでまあボーナス適度に引いて順当に2枚取れたとしたら1200、300枚ですからね。ここ使っていいですか。すいません、ありがとうございます。
マジかよ。で多分ですけど、この台揺れ感ギリギリでふわふわしても、なんかそういうなんか、うわ乗りすぎちゃったみたいなのにならないように多分調整されると思います。例えば悩み的に500乗ってても残り100しかなか、あ200ぐらいしかなかったら111みたいなにしてエンディング行かせるみたいな感じじゃないから、まあこれを言うってことはもうすでにエンディング目指してるってことですからね。ビンゴが並びで3台空いてる、もう運命やろこれ。もう出さなきゃダメっす。ボーナスもあるせいかなかなかやっぱゲーム数減ってる気がせんな。めっちゃ行くもん、すごい。さあビッグさん1000枚オーバー、いいですね。いやいいよいいよ、面白いよビンゴリバース出てるからこのライもう僕のために作られたやつや。こんなふわふわしやんもんできなかったっすもん。あと1万ちょい分の1でこれ来るらしいですよ極みファーマー来るらしくて、それ来たら NN 確定らしいんで出そうよー気持ちいい気持ちいい、いきます。だーはい、だー、まあでもいい、全然いい、継続してくれてるからめっちゃ楽しいんだけど、これセコーおい、おー行ってあります、来たー、よし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 、もうさっきのと含めて何ゲーム上勝てんなってなるんで、斜め、おーじゃあっさり乗った、あっさり乗った、これは斜めのあれですね。とりあえず今1個ストック、でまだリバースはそれくるんですね。ああ落っこっちゃいましたね。まああれか、継続確定みたいな感じになるんですね。すぐ出すわけじゃないんだ、ちょっとだけ通常時落ちちゃってるのと当たるとき通常時経由してるんで、その分外れてない。多分100ゲームぐらいは減ってるかな。だから1400ぐらい外れるとして、まあ2500600枚目指したいけどな。赤で頼むぞ、ダウンドダウンサブ、よしいい継続率なんでしょうね。行きましょう、油断はできないですけどね。前作でもこれ終わりあったんで余裕で、やばい、うわ終わってるわこれ。最終ゲームの振り分け取ってるか復活かの振り分けじゃない限りはもうこれやばいですね。あー最終ゲームだった、えーらい。ただこれ前作と違って下まで消えないんですよね。なんで下を見てやったらいいっていうもんじゃないっすねこれ。ダブル来い、おダブルよ、もう確定よ、下ろすラッキーラッキーラッキー、狙ってみるもんですね。行きましょう、戦めちゃめちゃ気持ちいいよこれ、これやばいな、行け、もうこれはもうエンディングだ、エンディング行くだろこれは、ふい、まあ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 全然 OK、 継続確定かどうかは分からん、行きますっていうわけではなさそうか。いやこれマジで継続率いってのも確かにいいのか分からんけど、何パー継続なのか分からんけど、てかこれ継続率いいの持ってきたらもうほぼエンディングっすよね。だって2分1のファーマーしよるから、続けば続くほど3桁のチャンスやからね。あーあーああ、初打ち一発目の ART エンディングっすか、すいません、いい3枚ゲット、素晴らしいっすねマジで。次継続してふわふわすればでもほぼほぼエンディングだと思う。さあダウンタウン7、青やった、怖いなこれ、なんか怖いな、行かせてくれなさいなエンディング、もうこれは行くでしょう。
むぞ、いきます、一撃、一撃、気持ちいいなこれ。もう僕にぴったりですねこれは。普段ふわふわできないから本当に。いや、オッケーオッケーオッケー。もうほぼエンディングじゃない？これ多分1000ちょっとじゃないかな。あ、多分これエンディング行く時のあれじゃないですかね。極みみたいななるから。H なんでこれでエンディング確定になったのかな。だからライブ的にはもっと乗ってないかもしれんけど。っていう感じやね。はい、うわレッドブレイク極みになるですね。なるほど。だからなんかよくわからんけどハイスコア目指しましょうか。なんなんだろうこれ、どうやらスコア出るのわかんないけど。あ、残り350ちょいですね。でエンディングですね。エンディングというか終了します。だから444くらいまで乗ってないってことだな。結構行ってましたね。でこっからはちょっとレア役が無駄になりますけど、ゲームスタートでビーカンをゲット。あ、なるほどね。面白いよ。ベル行けばいいってことかな。3400の記録を超えましょう。よし、レア役引いてユーボールになってプッシュを押してね。どこ狙えばいい、どれでもいいか。おい、むずいやろこれ。むずいわ。マリエフやらせてくれよ今の。レア役引いてあれかよ。いやめっちゃ嬉しいですね。初打ち一発目っすよ。一回通常に落としましたけど、まだベルをいっぱい取ることっすね。よし、おお、いっぱい溜まりましたね。あ、曲流れた。曲ゲットできるやん。めっちゃいいやこれ。いや、いいっすね、このね、エンディング確定してダラダラ行くよりかは、なんか、遊ばせてくれる、なんか、パチスロって要は遊びだからね、こういうのいいね、面白い。3000万超えるんじゃない？今、あと残り250で、今2528枚なんで、ボーナスちゃんといけたら、順当2枚で3000万いきます。結構惜しいとこまで行きましたけど。さあ終了、コングラチュレーション2928枚でエンディング完走ですね。ありがとう、写真撮ろう。いや3000枚までもうちょっとやったんですけど、まあまあしょうがないですね。さあ行きましょう。こっからまた通常で、今すぐフリーズ引いたらえらいことになりますからね。いや気持ちいいな、3000枚弱出ましたね。めっちゃ嬉しいな。まあでも 5.9 は、まあ、こうなりやすいですよね。このコンパクトに3000枚を、まあ、出しやすい設計にしてるはずなんで、まあ、メリットデメリットありますけど、重たい ART さえいけばふわふわするんで、まあ、50駆け抜けもあるでしょうけどね。お疲れ様です。お疲れ様です。というわけでドラマ紹介の行きたいなというふうに思います。すごいですよ今日、ものすごいですね。もうこの辺もわさーって行ってね、でこっち行けドラマ端から行きますか。で花々沖の木とかもいいし、まあ、花々沖はね東京の花々ってなかなか珍しいですけど、いいですよ。で絆もね結構後ろに積んでたり、であと上にはもうもちろん積んでるみたいな。でここのモンハンの筋とかも結果ねめちゃめちゃ良かったり、バースリーがすごい、めちゃめちゃ箱使ってます。しかもこれでもすでにもう流されてるのにもあるんですよね。で、まあ、ルパンもね満遍なく目に積んでる。ではもう別積みしてたりとか、もうちょっとですね、すごいですね。でね、何がすごいと思ったかって、これバラエティコーナーがねすごいんですよ。前夜とかもう流されてるのもったいないですけど、めっちゃ出てて、想定エレカ2、あ、これか、男塾古いやつと森の城、だからその辺の香ばしいやつがめっちゃ映ってるんですよ。まあ大都コーナーも絶好調という感じですね。でハーデスもういいっすね。で初代マロカが結構強いっすね。初代マロカが本当にいいっすと、花火ですねと、バーセスもいいっすね。まあ、各機種って感じかな。やっぱすごいビッグリーパーさんってなんか僕とかすごい好きらしくて、転生とかすごいですね。転生と
まあ、北斗コーラが結構盛り上がってる気がします。はい、まあ、そんな感じで結構盛り上がってるかなというふうに思います。これでもだいぶ流された方ですね。まあそんな感じで、取材ノートからもまとめとくんで、それちょっとよかったら見てみてください。あります。成り上がり、若いこっちがいい。いやー、すごい。なんや、なるほどね。はい、よーしよーしよーし、3まで行けば大丈夫やろ。でででで、みたいな感じから。いや、これはきついか。いっとー、ラッキー、ラッキー、オッケー。たくさんのイクゲーム、長かった。一箱ぐらいかな、多分ちょうど飲まれたのは。しかも赤いから、ゲート率も前と同じだったら 50% 以上でしょ。もうね、ふわふわする。まあ俺、すごい台本見つけた今。やばいかもしれない。やっちゃっていい？親に学費を払ってもらってね。せっかく大学通わせてもらってるのに、学校も行かず遊んでばっかり。もうそういうやつらは本当にね、もうね、何してますか、そういうやつらは。ふわふわしてんすよ。あいくさ、あいくさ。未来のビジョンが見えてないっていうのも付け加えるべきでしたね。そう、まあでもこれ一応チャンスなんで。斜めボール、このステージ結構初めて来ましたね。このステージでビンコが座ってたら継続も確定するらしい。まあでも今までのビンコに比べると工場ゲーム長いですけどね。ありがたいです。金のカウントダウン出しましょうか。さあ行きましょう。カウントダウン7ドン。青か、止まった、止まってないわ。はめましたからね。単発はサブ、これちょっと危ないですね。いや、やばいやばい。ああ、なるほどね。何それ行きます。おギリ耐えたギリ耐えましたね。なんだこれ。はい、よく寝てますよ。誰もね。継続ショー、ラッキー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 、やったやったやった、これはラッキー、完成で終わったと思った。皆さんこれ押してみます、気持ちいいですよ、押してください。これこれはしゃあない、別に誰も悪くないんで、誰も悪くない。なんなら俺が悪い。てか赤でしたもんね、3つからだったから。ああ 90% でしょこれ、大概 90% こんなんで。ああ大丈夫大丈夫じゃない限りは。ラメさんこれグーキスしたんですね。267倍。いやーもったいねえよ、2回7揃えてファファなしはきついな。よっしゃねー、よっしゃねー。どんぐらい、まあでも最大値よりかはさすがに減ってるから、ちょっと今のじゃあんま爆弾。はい、というわけでまあピークよりかはちょっと減っちゃったと思うんですけど、まあそこそこでなんで、これ流して終わりにしたいというふうに思います。満足よ、面白かった。ファンファンしたしね、いっぱい。最後のやる手もったいなかったから、まあ感想の方はエンディングで言いたいなというふうに思います。成り上がり、お疲れ様です。というわけで、ビンゴ面白かったですね。いやファーファーがあんだけ来たらおもろいわな、そりゃ。ただやっぱART の確率は若干、まあ、ブラックラス3ぐらいかなぐらいの重さで、まあ、ちょっと入りにくいけど、一発入れば1回7ゾルするわけなんで、まあ、2分1取れたら形にはなるっていう、そういうマシンかなっていうふうに思います。最後ちょっと失速しましたけど、それでもまあボーナスとかの兼ね合いで枚数は10の2枚よりちょっと多く取れるかなっていう雰囲気はありますけどね。まあ、あとエンディングいけてマジで良かったです。ちょっとねーって出て
が降ってきたそれで終わりって感じですね、はい、というわけで、まあ、今から明日が埼玉なんでもう今から移動し始めたいなというふうに思います。ありがとうございました。俺が普段打たない台を打たしたらダメだってそんな出んのこれ。だから言ったよ、俺にドット打たしたらあかんって。